はい、続いて関白の登場について話をしていきたいというふうに思います。書室のところに雍正天皇の摂政で太政大臣の藤原元恒が高校天皇を擁立した際に就任するというふうに書かれています。ではそこら辺の経緯を見ていきましょう。前回の動画で雍正天皇が登場し、元恒がその摂政を務めているという話まで説明をしました。雍正天皇が2歳で皇太子になり、6歳で即位したという、そういう、これも結局幼い天皇なんですね。幼少だったということなんですけど、だからこそ摂政が必要だということで、で、しかも関係としては元恒が叔父。で、元恒から見れば妹の子供ですから、甥っ子ってことなんですけど、これは雍正が即位するデメリットっていうことになるんだろうというふうに思うんですけども、雍正天皇ですね、これ成人するに従って、ちょっと問題があるぞと。ちょっと書くのがはばかられるんで、口で言いますけど、粗暴なんですよ。すぐカッとなって手が出るんですよ。で、ちょっとね、素行不良みたいなところもあるんですよ。例えばですね、彼がやった素行不良の代表的な例が、内裏の建物の中を馬乗りますって。だ今風に言うと、今そんな高校生いないでしょうけど、バイクでそのまま校舎の中、学校のね、校舎の中にブー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 みたいな感じで入ってって、80年代とかあったらしいですけどね、笑ってみないってんだこれやろとかって言って、で、学校の先生に怒られて、殴られるみたいな、その1980年代とかね、先生とか停電のあたりもあったらしいですから、今から考えると信じられないですけどね、それ見てると時代だなとかって思うんですけど、で、例えばそれダメじゃないですか、代理の中馬で乗りますとかね、で、馬とか糞とかしますから、だから当然その代理が汚れてしまうんで、それはね、天皇がいる場所として好ましくないですから、で、側近が注意するんですよ。で、注意すると切れるんよ。で、切れて、なんだとかって言って手が出るの。で、みんなね、ちょっと困った天皇陛下だなぐらいに思ってたんですよ。だからこれが、幼い時に天皇にすると、だからその資質みたいなものがわかんないじゃないですか。だから、だんだん大人になってきて、ああ、この子ちょっとやばいなとか、そういうのあるじゃないですか。ところが、2歳で皇太子になってるから、だからそういうところがわからないままに天皇になっちゃったんですよ。で、元恒なんかも、うわー、みたいな。いや、自分の甥っ子なんだけど、うわー、わちゃー、みたいな感じになってたんですよ。ついにですね、17歳の時かな、雍正天皇が、殺人やったんですよ。いや、撲殺したってわけよ、殴って。いや、で、相当ですよね。だって、殴って人死ぬって、お前はボクサーかって話なんで。で、その事件が起こって、元恒以下、もう貴族たちが、いや、この点はダメだ。まずいと言って、要はこれをやめさすんです。強制退位ですよ、もう最終的に。問題を起こして強制退位。で、じゃあ誰がっていう話なんですけど、雍正に子供はいないですから、当時の天皇家もうひっくり返して探してですね、雍正天皇の曽祖父にあたる仁明天皇の子供で、時安親王っていう。別に覚えなくていいですよ。で、これが生きてる、なって、これに55歳で天皇になってます。高校天皇。ちなみに、時安親王は断ります。そりゃそうだよな。今までも天皇になる可能性なくさ、55歳まで来てた。今更だよ。問題ある天皇が辞めて、代わりやってくれって言われて。いやいや、断るよね、普通だったら。断ったんだけど、元恒以下みんなが、いや、やってくれって言うから、高校天皇は何を条件にしたかっていうと、元恒が自分のことを全面的にフォローしてくれるんだったら、やってもいい。全面フォローする。で、フォローする。55歳の天皇のフォローを元恒がやる。で、これが関白なんですよ。これがですね、884年の出来事です。高校天皇即位。だから問題があって強制退位させられました。これが1。その後、これが即位しました。即位の条件が関白として元恒が補佐することです。関白の事実上ですけどね、これも関白っていう名前があるわけじゃないんだけど、これが884年だと、いうことですね。じゃあこれなんで元恒なんかっていう話なんですけど、まず元恒は雍正天皇、辞めさせられた雍正天皇の摂政でした。で、だからもう貴族社会では圧倒的な存在感ですよね。だから、その摂政を経験してる元恒に、いろいろ高校天皇の補佐。あと、ここは成人天皇ですから、補佐ですよ。摂政の場合は、これは代行ですからね。っていう風になったということなんで、だからテキストのところに僕は何て書いたかっていうと、摂政経験者をどういう風に処遇するかという背景。応天門の変を受け、藤原義房の権力を継承した元恒、しかも摂政経験者、これをどのように処遇しますかって言った時に、全面フォローをお願いします。で、役割のところは成人天皇の補佐なんですけど、で、この後ね、この高校天皇が約3年天皇やって、で、これ亡くなるんですよ。で、亡くなって、後を継いだのがですね、これ宇田天皇なんですよ。
で、ところがね、この宇田天皇っていうのはちょっと問題があって、ちょっと問題があってっていうのは何かっていうと、なんかまたあれですか、性格ですか、いえいえ、そういうんじゃなくて、このさ、宇田天皇のお父さんの高校天皇って、まあ、時康親王だったわけじゃないですか。で、その時代に宇田はね、実は親戚降下されてるんです。親戚降下っていうのは何かっていうと、前に説明した源の名字を賜って貴族になること。だから、源の定めなんです。で、ところが、まあ、なんかね、ちょっとね、これもね、詳しい経緯があんまりよくわからないんですけど、高校天皇ってね、これ記録見る限りは、亡くなる一週間前まで結構元気だったんですよ。だってなんか、相撲を見に行ったっていう記録が残ってるんですよ。ところが、一週間後に亡くなった。で、しかもね、この高校天皇が亡くなった時って、地震とか台風とかなんかそういうのが起こってるんで、ひょっとすると、そういうのになんか巻き込まれて亡くなったんじゃないかみたいなことを言う研究者もいるんですよ。まぁ、ちょっと真相は定かではないし、僕はもう古代史はもう全然疎いんですから、まぁ、これはもう読みかじった本の中に書いてあった、あと研究者のその論文の中に書いてあったってことなんですけど、急にこれを親王に戻して、宇田になった。いや、で、ここですよ。一旦貴族になってから天皇になってるってことで、これね、かなり権威がクエスチョンなんですよ。で、ちなみに、このさ、雍正天皇。まあ、これもう退位したから、雍正太上天皇っていうことになるじゃない？雍正太上天皇ってさ、ちょっと面白いとこがあって、宇田が天皇として政務をやり始めるじゃない？で、その様子見て、雍正なんて言ったかっていうと、おい、あれもともと俺の家臣じゃねえかとかって言ったらしいんだよ。いや、それはどういうことかっていうと、彼が天皇だった時代に、源の定めだったことがあるわけ。簡単に。あ、ちなみに、この源の定めっていらない、有志では出ないけど、で、それを言った周りが、いやいやいやみたいな、余計なこと言ったらダメです、みたいな。まあ、けどそうだよね。だから、ここの部分っていうのが、やっぱ、宇田にとってはちょっとコンプレックスなわけ。で、そうなってくると、これ、宇田天皇っていうのは、もう、藤原の元常と、こう、うまくやるしかないんだけど、この藤原の元常と、実は即位直後に衝突するんですよ。それが、有名な、赤穂の紛議。じゃあ、これをご説明しますと、高校天皇の時は、まあ、高校天皇が元常に対して自分のことを全面フォローしてくれという、まあ、話をしたわけですよね。で、まあ、それが、まあ、関白だっていうことになるんですけど、で、この関白って両下の官なんですよ。なので、まあ、天皇一代限りの役職ですから、まあ、これいいですよね。両下の官については、はい、ここですね。説明してますんで。はい、こちら見てください。で、高校天皇が亡くなったわけだから、元常は、まあ、関白じゃなくなったんですよ。簡単に言えば。で、そうすると、両下の官ですから、関白になれるかどうかは、宇田天皇次第なんです。宇田天皇はもちろん、元常と対立するつもりなんか全くないし、いいですよね。だって。だってね。いや、これで元常と喧嘩なんかしたら、誰も相手してくれないんです。で、宇田は何やったかっていうと、だからここがなくなって、で、これ即位します。即位直後に、宇田は元常を、南寺を赤穂に任命する。で、引き続き、私を補佐してくれ、みたいな形で、赤穂任命を。で、先生、この赤穂って何なんですかっていうことなんですけど、赤穂っていうのは、これ中国の古代の官職で、皇帝を教え導いていく。だから、まあ日本でいう太政大臣みたいな官職ですよ。で、そしたらですね、怒ったんですよ。なんじゃいみたいな。なんだよ、赤穂って。で、これ何かっていうと、赤穂っていう官職が、名誉職だっていう風に、元常に言った学者がいるのよ。いや、つまり、宇田天皇はあなたのことを多分軽視してますよ。なんでかって、名誉職ってことは実態がないってことだから。まあ、都合よくこう、上に祭り上げといて、政務は自分でやろうぐらいに解釈した学者がいて、それを元常に言ったやつがいるんですよ。だから、元常は、もともと自分は、まあ、関白として、高校天皇を補佐してたんだけど、その高校がなくなったことによって、自分の、その関白としての地位はなくなったわけだから、自分ってこっからどうなんのかなって思ってたわけよ。まあ、どうなんのかなとは言っても、もちろん、宇田天皇のもとで、まあ、政治の実権は握れるだろうなぐらいには思ってんだけど、さあ、どういう感触にしてくんのかなって思ったら、赤穂か、みたいに最初思ってたらしいんだけど、要は学者が、これ名誉職ですよ。大丈夫ですか？実態ないっすよ。みたいなこと言ってきたもんだから、なんだと？みたいな。だつまり自分が祭り上げられてるというふうに思ったんだろうね。だから怒ったんですよ。で、わかりました。じゃあ名誉職で実態がないんだったら僕政務やりませんっつって放り出して自分の家に閉じこもっちゃったんですよ。あらーん、みたいな。で、宇田からすると、え？みたいな。で、まあ、当然宇田としては対立するつもりはないから、何度も何度も、いや、ごめんごめん、どうしたのとかって言って、なんか、怒ってんだったら詫びるよとかって言うんだけど、いやー、みたいな。もう陛下のお好きにどうぞ、みたいな。で、これがね、延々半年続くのよ。で、最後どうしたかっていうと、宇田天皇はですね、こう、赤穂に任命するっていう、その、御事の理を書いたやつが悪かった。
その自分はそんな名誉職にするつもりはなかったんだけど、その書類書いたやつが、まあ要はアコーって書いて、で、そのアコーっていうのが、まあ元津での気に触れたみたいだから、じゃあその書類書いたやつを処罰する。立花のひろみ、立花氏です。で、学者なんだけど。で、これの官職解いて、陸奥に左遷したんです。で、それで元常も機嫌が良くなって、んじゃあ分かりました。じゃあ、頑張ります。で、まあ当然、宇田は元常を当然こういう関白に任命しますからね。だから怒った後、簡単に言うと、この立花の広美がまあ処罰される。で、それから元常が改めて関白に任命される。で、まあこの赤穂の奮起が887年とかって言うんですけど、この時に正式に元常が関白になり、関白と呼ばれる役職、官職って言った方がいいですかね。これが、まあ、正式に定まったとかってよく言われるんですけど、で、え？先生なんか、元常って嫌なやつですねとかって思うかもしれないけど、いや、これはね、裏があるんですよ。裏があるっていうのは何かっていうと、いや、こうなんです。立花の広美の娘がですね、これ、宇田天皇の妻なんですよ。で、そうするとですね、これ可能性として、この間に男の子が生まれると、宇田の次が、この男の子なんてなった日には、あ、で、一応これ家柄立花ですから。それなりにいい家柄ですよね。わかりましたね。立花、早成とかの立花ですから。それは藤原氏にとっては困るわけですね。簡単に言うと。つまり、この赤穂の奮起っていうのは、外籍の候補になりそうな立花の広美を排除する。これちなみにね、まあ、この時期も菅原の道真が出てくるんですよ。菅原の道真って、ま、この宇田天皇のもとでね、徴用されて最後、右大臣までなる人物なんですけど、菅原の道真が元常に、いやいや、もうそんなつまんないことで喧嘩なさんな、みたいな。で、早く政務に戻って頑張ってくださいよ、みたいなことをね、これ手紙書いてるんですよ、実は。当時、菅原の道真ね、さぬきの神なんですけど、さぬきから、実は都にいる元常の元に手紙送ってるんですよ。で、それ記録残ってるんですよ。いや、だから、このね、名誉職で実体なしっていうのも、これね、学者の解釈によって様々だから、別に立花の広美が、なんかね、お前バカだな、みたいな感じでもないんですよ。つまり、これはもう意図的に元常からすると、こいつ罪なんです。で、これ排除しとかんと、もしかすると将来、藤原の障害になるかもなって、まあ、多分そういう認識あったんだと思います。だから、立花の広美を排除するという、これはもう多子排斥ですね。けど、その中で、元常は、宇田に対しても、え？何？僕のことバカにすると大変ですよ、みたいな、そういうことも、きちっとやって、まあ、だからこの後、元常亡くなるまで、宇田天皇はもう元常に頭上がんないですよ。その意味でも、宇田天皇は、もう権威にクエスチョンみたいな。で、だから、宇田天皇って、いろいろ頑張るんですよ。わかるでしょ？マイナスからのスタートも天皇なんですよ。だから彼何するかっていうと、ほら、894年に遣唐使派遣して、とか、ああいうことやり始めるんだよ。なんでかっていうと、遣唐使を派遣する。つまり、外交をやろうってことじゃない。で、その外交って結局、国家元首でないとできないから、俺が国家元首だっていうことを強調したいっていう意味があるんだよ。まあ、道真に止められて、結局ね、派遣することはしませんでしたけど、まあ、そういうような形で、まあ、繋がってきます。この宇田天皇ってのはちょっとだからその意味ではかわいそうかな。はい、以上が関白の登場に絡んでですね、まあ、高校天皇の話、それから赤穂の奮起について話をしてきました。まあ、名古屋大学とかでね、赤穂の奮起の経過説明とかも出てますんで、まあ、一応きちんと押さえておいてください。はい、以上が平安時代前期の政治史ということになります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。また、いいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたら、コメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。